あれ？おかえりおかえり。それじゃあ、ポップコーン LL で一つください。え？びっくりした。なんであんたがここにいるの？あ、ポップコーン食べる？もう改めて説明させないでよ。 LL は決定事項なの。あ、あとアイスココア。あんたは？ほら、映画代は貸しておいてあげるから。
しょ。チケットが余ってた。あ、いけね。ねえ、もっと映画について議論しない？あ、ちょうどお腹も空いてきたし、この先にある海カフェなんてどう？はい、キリキリ歩く。ラッキー、この席が一番いい眺めなんだよね。うん、ドキドキね、友達と。え？うわ、おいしそう。これ全部食べたらまた太っちゃうな。聞くなよ、独り言だっつーの。いただきます。萩宮先輩とも来たことあるよ。ここでランチ食べた。おごってもらっちゃった。彼の実家お金持ちみたいよ。お小遣いの額が多くてびっくりしちゃった。はあ？そこ疑問なわけ？言ってみ？私のいいところ言ってみ？あのさ、私いいところって言ったんだけど、しかも即答するんじゃねえよ。マジか。数ヶ月とはいえ、一緒に暮らしてるやつにいいところ思いつかないと言われる私、ショックだな。女としてショック。みんな私のことなんも知らないのにね。黙ってりゃ可愛いとか言われてさ。黙ってたらそれは私じゃないから。あんたはどうなの？私黙ってた方がいい？あっさ、あんたもみんなと同じだね。まあそうだよね。理想の女を演じてれば男なんてコロって感じなんだよね。あのね、映画見てる最中もペラペラ喋る女が好きなら最初からそう言ってくれる？じゃあさ、今度家で映画見ようよ。そしたらさ、話しながら見れるんだよ。ぬい、失礼な。私が可愛いふりなんてする女だと思ってるの？そんな軽い女じゃないですけど。私のケーキ取っちゃダメだ。ごめんね、ケーキ食べるときは結構気をつけてるんだけど、私大人になったらお酒飲めるようになるのかな。え？王様のひじき？王様のひじきって…ロングちゃん！海風、気持ちいい。
誤解って誰にされんのよ。別に一緒、付き合ってないし、最初から断ってるし、しつこいから一回だけ会ったけど、それだけだし。ね、バカでしょ私。今日のチケットも返すって言ったんだけど、返されるなんてプライドが許さないんだって。だからもらっちゃった。ねえ、なんで私断ったのかな。知れよバカ。おはよう。あ、まゆみちゃん、おはよう。具合悪そうだけど、大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。ちょっと二日酔いで。おい、聞き捨てならないな。女子高生が二日酔いとはどういうことだ？そんなの私に聞かれても。あんた、私を放っておいてよくのこのこと学校に来れたものね。あんた以外に誰がいるのよ。で、ゆうべ私に変なことしてないよね。格だったな、ブランデーが入ってるなんて。あ、私を酔わせてどうにかしようっていう、からわざとお酒の入ったケーキ頼んだんでしょ。あ、ハムカットね。なんだか楽しそうね、二人とも。言い合ってるように見えて、実は楽しんでない？雪乃さん、そらナイス。私、心の底からこの裏若き乙女の体が凌辱されたのではないかと心配しているのです。今のセリフにピーは入らないんだな。私、女子を手ごめにするフラチ者は許さないでござる。山田さん、怒った時の武士口調はなかなか様になってますわよ。私もうすぐ出なきゃいけないんだけど。
あ、見てあれ。あら、二人ともごめんね、手伝わせちゃって。巫舞さんと仲がいいんですね。まあ高校の同級生でもあるし、そんなに接点はないんだけど、別に仲が悪いわけじゃないわよ。ふーん、女ったらしだって噂だから気をつけてくださいね。そんな話を聞くわね。確かに彼はモテるから。でもいいところもあるのよ。人を一面だけで判断してはいけないわ。そうかもね。あ、ごめん、私これから会議だから資料よろしくね。一面だけで判断してはいけないか。一面だけならいいんだけどね。なんでもない。ほら、さっさと運ぶよ。あと一箱で終わりだな。ああ、部室で男女が二人っきり、スーパーイケメンで優しくってお金持ちで永久に浮気しない男子と二人きりになりたい。完全に私と合致するな。よかったね、あなたの夢叶ってます。まあ山城先生みたいにボンキュッボンじゃないけど、そこそこスタイルだっていい方だし、なかなか優良物件だと思うけどな。え、何の話？その話誰から？あちゃー、それさ、人に言わないでくれる？私が断ったとか噂でも広まったら、詐欺宮ファンにぶっ殺されるの私だからさ。そもそも私と付き合うなんて無理だよ。可愛くないし、気が利かないし、口悪いし、それに、そうそう、うるせえな。料理くらいちょっと本気になればできるから。私は YDK なの、 YDK。血が減らないな。余計なことはいいから、ほら、これ上の棚に入れて。重いよ。いや、はい。まゆみちゃん遅いね。私疲れたから早いけど先に寝るね。おやすみ。あ、ただいま。ごめん、何のこと？なんで私にそんな謝ってんの？
全然わけわかんないんだけど。ああ、もしかして私が冷蔵庫に入れてたアーク食堂の低カロリープリン食べた？マジか、お風呂上がりの楽しみだったのに。違う？じゃああれか、私が部屋で地道に育んでいたジグソーパズルを勝手に完成させてしまった。そうでしょ？嘘でしょ、あれ最後の一ピースをパチンとはめるのが快感なのに。返せ、あの快感を返せ。え？じゃあなんでそんなに謝ってんの？全然心当たりはな。あー、さてはさては私の大事にしてた。私の何よ、はっきり言いなさいよ。あー、思い出した、あれな。あれはもうあんたをひっぱたいたから、それでおしまい。てか忘れてた。別に。あ、そうだ、明日ココナちゃんが大きな病院に移る日なんだ。私見送りに行こうと思って。一緒に行くなら朝病院の前で待ってるから。ワールドエンドシンドローム。読み人よ、今宵だけは安らかに。こんばんは、月岡ひかるです。今日は私のもとにようやく届いた一通のお手紙をご紹介します。月岡ひかるさんへ。私はココナと言います。10歳で今病院のベッドで寝ています。この病室にもう1年以上います。手術をしないと治らない病気みたいで、でも大きい病院でないとダメみたいで、とっても難しい手術みたいで、嫌だなってずっと思ってるんだけど、ひかるさんの声を聞いてるとなんだか大丈夫だなって思います。ひかるさんの声大好きです。手術中もずっとひかるさんの声を聞けたらいいのにな。あ、でも眠ってないといけないって院長先生が言ってた。ひかるさん頑張れって言ってください。ココナはそれで頑張れる気がします。手術頑張れます。このお手紙読んでくれるといいな。さようなら、ココナより。ココナちゃんごめんね、私このお手紙ずっと前に読んでたんだ。だけど自信がなかったの。ただのラジオ DJ の私が病気のココナちゃんのためにできることなんかないって、私にそんな力ないって。だけどココナちゃんに教わったの。私のお仕事はみんなに少しでもこの人生を、ううん、人生だなんてそんな長くなくていい、明日を、今を生きる力をあげることなんだって。何ができるかまだわからないけど、ココナちゃんの手術に間に合ったらいいな。ううん、間に合ってほしい。ココナちゃん頑張らなくていい、お医者さんが頑張ってくれる。本当だよ、ココナちゃんのために頑張ってくれる。だけど怖いよね。わかるよ、ココナちゃんはその怖さに勝とう。
その怖さには頑張って勝とう。だから頑張れ、ここな。あとは少しだけ、ほんの少しだけ、私が奇跡を起こしてあげる。手術前にココナちゃんのためだけに、ほんの少しだけ、闇人よ、今宵だけは私のココナに力を。くれたの？ゆうべラジオでね、月岡ひかるが私のお手紙読んでくれたんだ。嬉しかった。すっごくすっごく。ココナちゃん心配ないよ、お医者さんに任せておけば大丈夫だから。月岡ひかるもそう言ってたよね。うん、でもね、まゆみお姉ちゃん、ココナ、怖いの。私、とっても長い時間、眠らされちゃうの。私、そのまま起きなかったらどうしよう。どうしよう。あのさ、悪いけど少し離れて。いいから。もっと向こう、そこのドアのところにいて。あ、ええー、嘘、そんな。これは二人だけの秘密、約束できる？もちろんだよ。信じられない、こんな、こんな。魔法の言葉だよココナちゃん、これで大丈夫。まゆみお姉ちゃん、私戻ってくるから、絶対戻ってくるから。約束、指切り。行ってくるね。行ってらっしゃい。別に、ちょっと魔法をかけただけ。初めて使うから、うまく効くかどうか自信なかったけど。それは秘密。特にあんたにはね。ま、いつか話す機会があればラッキーだと思いなさいな。そうだよ、魔女。人妻は魔女だったのです。そうだよ、魔女。人妻は美しい魔女だったのです。突っ込んでよ、あんたの仕事でしょ。お、うまいな。しょうがない、私のピッチピチの肌でも拝んでそのセリフを後悔するとよい。よし、泳ぎに行くよ。いいから降りな。少し前に山城先生に教えてもらったんだ。
半信半疑で来てみたんだけど、私も驚いてさ。それ以来何度かね。海の家とかないからその辺で着替えて。別にいいでしょ、お互い見なければ。中に来てくる時間なかったから。ほら、あっち向いてて。まだ、今ブラ外したところ。なんてね。はい、オッケー、もういいよ。どう、かわいい？おい、水着以外も褒めろ。そうだね。ココナちゃんみたいに一生懸命生きようとしてる子がいるかと思えば、人生投げやりに過ごしてる男もいる。そう聞こえた時点でそうです、あなたのことです。あのね、魔女が何でもできると思ったら大間違いだからね。なんとかポッターだって使える魔法は限られてるんだから、うん、ん？私がいつ嘘ついた？私付き合ってるなんて一言も言ってないよ。勘違いしたのはそっちじゃない？デートっていうか、お願いされたから一度だけ。それで諦めるって言うから。結局その後もしつこかったけど。だから好きな人がいるからって言ったの。そしたら諦めると思って。でも逆効果。誰だそいつとか合わせろとか言ってさ。だから私は嘘はつかないってば。何言ってんの？私はあんたが好きなの。大好きなの。ダメ？迷惑？私もだよ。女の子から言わせんなよ。ダメならダメでいいよ。もう言っちゃったし、嘘つけないし、どうしようもないし。ん？おっぱい？あたしに色気を求めるわけ？いいよ、その気になったら。あたしすごいからね。でもあんたに触られて、もうこの体けがされちゃったんだよな。大丈夫だよ、責任取れなんて言わないから。ほんと？じゃあ取ってもらってもいいけど。えい。
日焼けなんて気にしたことないよ。焼けたら焼けたでいいし、別にモテなくてもいいし。ケンスケは女心を全く分かってないからね。あいつ去年私にキスしようとしたんだから。しかも付き合ってくれって告りながら。ぶん殴ってやったけどね。それでも未だに付き合ってくれって言ってくるからな。学習ぐらいで告られてるけど。今頃ココナちゃん大きな病院でいろいろ検査してるのかな。月岡光ね。そんなもので人って頑張れるのかな。じゃあココナちゃんも頑張れてるのかな。あ、やば、泳いでくる。帰ろ。
黄泉人よ、今宵だけは安らかに。もう、ダメだってば。夏祭りにニカレイが来るらしいぞ。なんだよそのリアクション。お前には魂というものがないのか。日本人なら持ち合わせている。違う、秋葉魂だ。ちなみに私がゲットした情報によると、ケンスケ君は秋葉原に行ったことがないそうよ。来年の修学旅行で東京デビューだってさ。言うな、ゆきのっち、そういうこと言うなよ。どこで調べてくるんだ、そんなことさ。まゆみちゃんに聞いたの。ね、まゆみちゃん。あ、ごめん、聞いてなかった。何？おはようございます。おい、さや。ニカレイが夏祭りに来るってマジか。うん、情報早いですね。詳細は言えませんけど、まあそんなところです。やっぱり本当か。なさや、いくつか情報を先出ししてくんねえかな。歌うってことくらいしか仲間からは入ってこないのよ。例えば何の曲を歌うかくらい先に情報もらえると助かるんだけど。やっぱ新曲かな。あのそういう情報は普通コンフィデンシャルなので、っていうかまだ何歌うか決まってません。なんで花子が知ってるんだよ。ちなみに二階堂レイを招いたのは上白堂ですから、ステージでは兄の身分からも一言上白堂を代表してご挨拶差し上げる所存でございます。誰も聞きたくないだろ、ボンボンのスピーチなんて。浅西先輩、何かおっしゃいました？いや別に。なんて定番の返事すると思ったら大間違いだぞ。はい、ボンボンのスピーチなんて聞きたかないと申し上げた次第でございます。服部、今日は受けて立ったるわ。相変わらず賑やかね。おはようございます。おはよう。夏祭りの話題で盛り上がってるのかと思ったら、なに、アイドルの話？ニカレイもいいけど、みんな御果て町の夏祭りの由来についてもしっかり勉強してほしいものね。御果て町に現れた黄泉人を元の黄泉の国へと返してあげる、確かそういうことですよね。さすが未来の文豪は知識も広いわね。その通りよ、雪乃さん。いやそれほどでもあるけど。雪乃っち、いとも簡単に受け入れたな、未来の文豪の地位を。今日はいい機会なので日本の祭りについて少し勉強してみましょうか。
まゆみ姉さん、なんだか元気ありませんわね。ああ、あれだろ。ほら、女性には必ずやってくる月に一回の。うわあ！お先に。ミユさん、見事なショルダータックルでしたわ。手術が終わったら院長先生から連絡が来ることになってるの。この時間ならもう終わってるはずなのに。私やっぱりダメだ。誰かに力をあげるなんて無理。そんなに私強くないし。どうして。適当なんだから。こういう時はそっと抱きしめたりすればいいんじゃない。電話。はい、まゆみです。あ、院長先生。はい、はい。成功したんですね。よかった。はい。来週こっちに戻ってくるんですね。わかりました。その時は必ず。はい。失礼します。よかった。あ、やばい。泣く。キャラじゃない。顔洗ってくる。それじゃあ私行くところがあるから。あ、そうだ、夏祭り行くか。ありがとあら、こんなところでまた誰かさんとデートかしら。また君か。高校生が一人でフラフラ来るところじゃない。早く帰りなさい。え？ああ、山城先生の教え子さんでしたか。待ち合わせだったとは。これは失礼しました。いいえ。いや、二階堂黎目当ての学生が多くて困っとるんです。ご無礼、お許しください。ではごゆっくり。一体どういうこと？説明してくれるわよね。どうも。ちょっとですね、原作との違いについて打ち合わせを。偶然そこで会っただけよ。それじゃあね。
山田さん。はい、それでは失敬いたす。トイレじゃない？君、ここから先は宿泊者以外立ち入り禁止だよ。失礼いたしました。それはこっちのセリフよ。私と待ち合わせだなんて嘘ついて、嘘の片棒を担がされたんだから、たっぷり訳を聞かせてもらいますからね。は？ほら、こっちよ。まゆみさんじゃない。どうしてあんなところに？みぶさんとまゆみさん、接点はなさそうだけど、見たところあまり親しくもないようだし。楽しそうではないわね。カップルだとしても、そうね、別れ話か、それとも脅されているか。さあ、まゆみさんが座ってるあの席、私の指定席なんだけどな。何をする？失礼します。走って出て行っちゃったわよ。いいの？追いかけなくて。それは私がやるわ。一応同級生だからね。あなたはほら、まゆみさんを追って。おかえり。ねえ、さっきまゆみちゃんが帰ってきたんだけど、走ってそのまま2階に上がっちゃってさ。バカ。
っ